皆さん、今日は私のイベントにご参加いただきありがとうございます。ここからはファンの皆さんからの質問に答えていきたいと思います。質問のある方は挙手してくださいね。はい、なのだ。はい、そこの緑色の男の子、どうぞ。レタンちゃんは処女ですか？なのだ。いえ、違います。彼氏もいます。それでは他に質問ある方いますか？はい、なのだ。それでは手前の緑色の方、どうぞ。レタンちゃんは一人でもしますか？なのだ。毎日ではありませんが、普通にしますよ。はい、他にはいますか？せっかくの機会ですから何でも聞いてくださいね。はい、なのだ。はい、そちらの緑の方、どうぞ。下の毛は処理していますか？なのだ。していないですね。ボボボボボボボです。他にはどうですか？メタンちゃんが本音で答えるよ。はい、なのだ。てめえしか参加者いねえのかよ。はい、どうぞ。生理は重い方ですか？なのだ。私は軽い方ですね。それでも多い日はそれなりに出ますよ。何を隠そう、ちょうど今日がその日で、朝からお股がぬるぬるなんです。それではこれで質問コーナーは終わりたいと思います。最後にファンの方にお土産をお渡ししてお開きにしたいと思います。ついさっきいいアイデアを思いつきましたので、ちょっとだけ待っていてくださいね。ジョリジョリジョリ。はい、お待たせいたしました。今回のお土産は私の陰毛です。ケイケツがべっちょり絡んだレアものですよ。わーい、なのだ。最高なのだ。腐った魚の匂いなのだ。レタンちゃんの匂いなのだ。おにぎりにして食べるのだ。ふふふ、喜んでくれて嬉しいわ。これからもいっぱい応援してくださいね。全力で押していくのだ。レタンちゃん大好きなのだ。